日はですね、はい、47都道府県ご当地グルメ堪能女子会ということで、はい、あのペコーラとでちょっとマリンで、東日本西日本で分かれてご当地をねちょっと取り寄せたりとか買いに行っても、下ペコなのでそれをねみんなでちょっと食べて、まあ、ちょっとわちゃわちゃできたらなと思うので、じゃあ早速、はい、ペコーラの東日本は？あ、早速ねそっちから、ね、いいペコですか？行きましょう。あの今回ねペコーラが北海道こちらを用意しました。塩辛ジンギスカン。塩辛、やべー、アクア。お父さんとお母さんみたいだよね。なんかちょっと。うちらは子供。私たち子供か。うん、娘だ。会話弾まなすぎでしょ。どういうこと。疲れてんじゃないの、捨てちゃう。じゃあ続いて茨城県。こちらなんか思うことあります。ちょっと言っといて。茨城。いやなんか野菜とかすごい有名じゃん。茨城、野菜、何野菜って分かんない。分かんないよ。茄子とか。適当に喋ってんのね。適当に喋ってんのね。あ、梨。いや違うか。梨？そうなの？いや違うな。全然違う。茨城。なんかでもみんなは納豆って言ってる。え、そうなん？納豆好き？ミニト納豆？違いますよね。茨城と言ったらばこちら。あー！ペコーラの100年梅酒。そうです。茨城。なので本日はこの100年梅酒を、はいはいはい、あ、飲む？ちょっと飲んだことあります？飲んでみます？ないです。これお酒だけど飲める？私お酒飲めない。あ、私も18歳なので。すいません、じゃあマリーとペコで晩酌したいと思います。すいません、ちょっとお子ちゃまが置いといて。そうですね、お子ちゃまだって、ガキどもが置いといて、おばさんたちがね。まずいの、まずいの、おばさんたちがさ、まずいの。言ったらよマリー、お前さ、おばさんたち言われとるよ。雑魚がよ、早くこのステージまで来いよ。じゃあ水にする？ちょっと水で割ってくるわ。何？30歳だよ。やめてやめてやめて。なんで？なんで言うの？17歳なの？二人が酔ってなんかぶっちゃけトークみたいな。でしょ？うまいのでぜひともね。どんな話してくれるんだろうね。うまい。マリさん10じゃなくて40なんですって言うかもしれない。あ、うまい。でん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 。何？ガキどもがなんか言っとるんすよ。何ですか？言ってごらん。目を見て言ってごらん。なんだ？さあ次は栃木県です。100年梅酒ここに書いてきます。